名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、キャンパスインビテーション。宇津木舞香がナビゲートをしていますサンデーハッピーアワー。さあ、今月毎週日曜日のこの時間は、名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生、大学関係者にご登場いただきまして、大学生活に迫っていく5分間です。名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、キャンパスインビテーション。今日は名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科3年の住川裕太さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、今日も住川さん、はい、おすすめの映画を一つ選んでいただきました。どんな映画をご紹介くださいますか？はい、私は世界から猫が消えたならをおすすめします。はい、この映画は私も見たい見たいと思いながらね、ちょっと見られていないんですが、ちょっとあの内容をご紹介しておきますと、映画世界から猫が消えたならば、主演佐藤健、そして宮崎葵、なんですけれども、2015年の5月公開の日本映画です。ある日、嫁行くばくもないごく平凡な30歳の郵便配達員の前に、自分と同じ容姿を持つ悪魔が出現するんですね。でその悪魔は彼の身の回りの大切なものと引き換えに1日の命をくれることを約束します。で次々と大切なものが消えていく中、彼は初恋の女性と再会して、共に過ごした日々を振り返るんですが、というね内容になっています。なぜこの映画を紹介しようと思われたんですか？はい、この映画は例えば電話とか映画といったものが一つずつ消えていくんですけど、それによって主人公と周りの関係が変わっていくという物語なんですけど、この映画を見ているとこう些細なこととか、そうごくすっきりした気持ちになれるので、とてもおすすめしたいです。すごい泣ける映画って話題になってましたね。はい、もう実は4回見てるんですけど。お、結構見てますね。もう毎回もう泣いちゃってますね。知ってても泣ける、はい、この映画を通してそのリスナーに伝えたいっていう思い、どんなところにありますか？はい、僕自身この大学で管理医を学ぼうって思ったのは、高校1年生の時の科学の授業がとても楽しかったこととか、あと高校3年生の時に僕自身この大学学生さんと会話したっていうのがすごい大きなきっかけになっていて、この映画を見ていると、もしあの時あの先生の授業じゃなかったらとか、あの先輩と喋ってなかったらとか、そういうのをすごい考えさせられて、そう思うと逆にこの後悔していることとか、そういうのも含めて全て今の自分につながっていると思うので、こう例えば今の自分に満足してないとか、後悔していることがあっても、それもきっと自分のためになると思って、前を向いて頑張ってほしいなと。大学生と喋った会話っていうのはどういう、はいはい、やっぱり管理業ってすごい女性が多い学部で、僕自身こう男としてこう入るのが不安だったんですけど、その男子学生さんがすごい楽しそうに大学生活を話していて、あ、ここだったら僕も楽しくやっていけるかなと思って、でもサークルとかたくさんやっているので、すごい充実した毎日を過ごせています。三鎌さんのサークルが面白くて、はい、これ なんて読むんですかね、 NSTA、 NSTA、はい、これどんなサークルなんですか？こちらは愛知学院大学の男子バレー部さんの寮で、実際に週5日間朝ごはんと夜ごはんの食事提供をするという、今日は豚と大根の煮物を、いや美味しそう作ってきました朝から、はい、いいな。もともと料理得意だったんですか？そうですね、小学校とか中学校とか好きで、家でもちょこちょこやってたんですけど、やっぱりこう大学に入ってこういう調理をするサークルに入って、より一層技術は上がったかなと思いますので、みんなでいろいろと料理したいとかするサークルです。今何育ててるんですか？今だとちょうどキュウリとかナスが収穫できて、あとさつまいもも今植えてます。へー、じゃあ自分たちで育てたお野菜を使ってお料理もしてっていうことですよね。はい、そうですね、明日その近くに田んぼもあるんですけど、それで去年収穫したお米を使ったお菓子を明日作ってきます。はい、米粉で。楽しいですね。はい、もう楽しいですいいですね、はい、住川さん、学校生活楽しんでくださいね。はい、ありがとうございました。今日は名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科3年の住川裕太さんにお越しいただきました。住川さん、どうもありがとうございました。以上、名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、来週もどうぞお楽しみに。